もう本当のこと言った方が良さそうね。この子の本当の父親は、滝さんよ。この泥棒猫！はあ？猫じゃん。顔が。違うよね。違うよね。こういうことじゃないよね。今の劇団四季みたいだったの。そういうことじゃないよね、うん。もっと女性的でいいんじゃないですか？もう本当のこと言った方が良さそうね。この子の本当の父親は滝さんよ。この泥棒猫！はあ？猫じゃありません、ゴキブリです。はあ、猫じゃありません、ゴキブリです。キーあ、確か黙れ中尾で野郎。はい、こら、勝手に出てきちゃダメって言ったでしょ。ママ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 、お腹すいた。頭ありそうだな。もうちょっと、もうちょっと可愛いタラちゃんみたいに。ま、ミャ、ミャンマー。何でミャンってなんか。ミャンマー何？ミャンマー、ビルマ。大丈夫？お母ちゃんごめん。お母ちゃんのパーカー、私のお母ちゃんのパーカーの肩の部分は私の股間に当たってる。お母ちゃん、これ着てもいいよ。でも、多分君の右肩は私の股間のぬくもりが。で、通過。うん。なんかお天に言うじゃん。うん。パーイ！うん。そうだね。パーイ！交渉してネットワークビジネスというか、ネズミ講、ネズミ講、ちょっとネズミ講ではないんだけど、的なマルチみたいなのを、元の親友に勧誘されてるという、親友じゃなくて中学以来会ってない友達、なんかマンションの一室でパーティーやるんだけど来ない、出た出た、行かなかったですけど。外でどうしたの？私はずっとずっとこうぐちゃぐちゃやるのが好きじゃない。なんかこう一瞬で一瞬だけこう何て言うの、一瞬これ使わないでね。親が見てるから。で、そのままいつものパーって降りたら一回的な感じ。
ですよ。でも揺れ方こうじゃないよね、うん、私のあの体をちょっと揺らしますね、うん、こうやると単純にあの胸と離れて揺れてる。そう、そうだよね。だよね。からあのヌーブラで完全にくっつけたとしても、でもやっぱり、うん、でもあんまり、これでも本当にヌーブラで、岡崎さんの歌をからいきますよ。はい、いきます。世間中どこだってゴキブリあり涙あり、ゴキブリそれぞれ腹に合う小さな世間、良好は浮気山本メスか、